そうくれ。コックリさんは、遠藤緑による日本の漫画作品。月刊ガンガンジョーカーで2011年8月号から2016年12月号まで連載された。月刊ガンガンジョーカーの創刊1周年を記念して行われた読者投票で勝者を決める第3回 J1 グランプリにてウェブ予選、本試決戦を勝ち抜き連載を開始した。 月刊ガンガンジョーカー2011年5月号に読み切り、そうくれ。コックリさんが掲載された後、8月号に同タイトルで連載開始。カテゴリーはギャグ漫画であるが、全体を通してシュールな描写が一貫されていながらも、キャラクターが作品にのみならず、読者に対しても辛辣なコメントを述べるなど、メタフィクショナルな要素もあり、重々しく、 シビアさの垣い見みられる作風が持ち味となっているのが特徴。2014年9月号から同志で、ググレ、しがらきさん、そうくれ、こっくりさんしがらきおじさんスピンオフが連載された。2014年10月より12月までテレビアニメが放送された。自称、人形の電波少女一松子ひなが、怪しげな術で狐のもののけこっくりさんを呼び出した。取り付く。 はずのコックリさんは、一人ぼっちのコヒナを、心配して献身的に家事をこなすなど、その姿は、まるで、おかん。おまけに、コヒナを撃愛する、犬のもののけくがみと、ダメ親父の化けたぬきしがらきもすみついて、コックリさんの苦労は3倍となる。電波少女と時に、イケメン、たまにも、不運な3匹のアニマルたちが降りなす、日日常系モフモフコメディ。 ガンガンコミックスジョーカーより観光。2011年12月22日初版発行。ISBN978 から4から7575345062012年7月27日初版発行。ISBN978 から4から7575363262012年10月22日初版発行。 ISBN 978から4から7575375692013年3月22日初版発行。ISBN 978から4から7575390682013年8月22日初版発行。ISBN 978から4から757539570。 初回限定特装版 ISBN978 から4から7575395562014年3月22日初版発行 ISBN978 から4から7575425562014年9月22日初版発行 ISBN978 から4から7575441922014年12月22日初版発行 ISBN 978から4から7575450762015年5月22日初版発行。ISBN 978から4から757544888。初回限定特装版 ISBN 978から4から7575448712015年11月21日。初版発行。 ISBN 978から4から7575480392016年3月22日初版発行。ISBN 978から4から7 5 7 5 4 9 1 4二2 0 1 7年1月22日初版発行。ISBN 978から4から7575522272014年10月より12月まで、テレビ、東京他にて放送された。 ナレーションは田村ゆかりが担当。なお、登場人物のセリフにおける一部の語彙には自主規制音が被せられている。レコ直の2014年は秋、アニメ人気ランキングでは7つの滞在に次いで第2位となっている。ブルーレイと DVD に1巻から5巻までは前巻2話ずつ収録し、6巻の道は収録されている。ありがとうございます。